はい、皆さんもご存知なようですけども、ビートたけしさんがですね、安倍政権に対して、まあ、持論を展開してですね、それがね、私たちの気持ちにすごく近いんではないかなと思ってるんですよ。見出しにもありますけども、森友から始まって官僚の自殺があって、桜を見る会があって、悪いものが前の悪さを払拭している負のスパイラルって書いてますよね。これね、私も番組見てたんですよ、偶然。だからね、ものすごくいいこと言ってくれるなと思ったんですよ。まあ、どん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 お金をすれみたいなこと言ってたね。MMT を支持するような発言もあったんですけども、たけしさんも知ってんだなと思ったのが一つなんですけども、もう一つはね、毒を持って毒を制すっていうことがありますけど、これを皮肉ってですね、森友事件で、まあ、安倍さんが悪いことをして、で、それをなんとか書き消そうとしてるうちに官僚の自殺があって、桜を見る会でね、もっと悪いことが露見して、じゃん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 、前よりも悪い、前よりも悪いことで、もう前よりももっと悪いことによってですね、前の悪いことがなんかね、忘れられるみたいな感じになってるんですよね。で、今回の感染症騒動じゃないですか。もう、なんですかね、負のスパイラルに飛び込んでいるって感じで、このね、サゲさんも結局言うんですけども、下手すると助かってるもん、この人、みたいなね。だからなんかね、世の中が騒げば騒ぐほど、いろんな事件が起きれば起きるほど、まあ、官邸とかね、安倍総理の不祥事っていうのは忘れられていくっていうかね。だから、ずっと答弁で、ご飯論法しながらごねていると、どうせ世の中っていうのはね、また別の大きな事件が起きるわけですよ。その時には、もう国会の話題っていうのはどんどん変わっていくし、自分の追及っていうのもどんどんね、過ぎ去っていくから、まあ、罪を認めたりとかね、悪さを認めたりとかするんじゃなくて、ごねてればそのうち忘れるよみたいなことをね、言ってるんだと思うんですよ、たけしさんも。で、それをたけしさんが言った時に、私たちも気づくわけなんですよ。確かにその通り、今までそういうふうに私たちも反応してしまったな、っていうことなんですよ。だからね、結局ね、直接自分の暮らしに結びついてないような気がするんで、新しい問題にですね、フォーカスして、前のことってのは結構ね、忘れちゃうんですよね。でも、森友問題なんて何にも片付いてないんで、やっぱりね、これ、ね、今回の感染症騒動を取り扱うの一方に、森友問題も忘れちゃいけないなと思うんですよ。黒川検事総長も、もう、なんかこの、日本が始まって以来の大悪党みたいなね、そんな事件だと思うんですよ。いや、本当にけしからんと私は思うんですけどもね。まあ、たけしさんにはね、本当に安倍総理と安倍昭恵さんと対談してほしいぐらいに思ってますよ。まあ、どうなんですかね、そういうことを実現しないんですかね。もうなんか、官邸のね、顔色を伺う裁判官とか検事とかなんてもう当てにならないわけですよ。もうめちゃくちゃです、あの辺は。三権分立なんてあったもんじゃなくて、全部官邸の下部組織ですから。安倍総理の下部組織ですから。もっと言ったら、安倍昭恵夫人の下部組織なわけですよ、この日本っていう国家は。寂しいなと思いますよね、そう考えたら。なんでこうなっちゃったのか、誰がそうしたのか、やっぱり私たちもね、責任の一端があるんじゃないですかね。あれ、随分とドル円相場、動いてますね。ちょっと FX の方行こう。それでは失礼します。